はいどうも、ジャッキーですけど、今回も、この、ゾンビサバイバル、正式名称わかんないですけど、今回もやっていきたいと思います。ということで、前回は、この、拠点見つけて、いろいろ武器とかも拾ってね、終わったんで、今回は、この周りの周辺の探検と、ハテナのあるね、各地のハテナを。各地っていうか、意外と近かったな。まあ、とりあえず、そちらの方をね、探検して、いろいろ作っていきたいと思います。周りにいろいろ物資が落ちてるんで、多分、これを、完成させるってことだよ、多分。ビルドとかあるから。周りあさってみるか。ウォーターボトル、エンプリーボトル、キャ ベジタブ。野菜の缶か。これは釘みたいなやつね。ケ、OK、ーで、こっちに木が落ちてるから、拾うでしょこの中は安全なんだね、多分。ゾンビが来ないから。拠点だよね、これ。絶対拠点じゃん。グリーン、あ、グリーンハウス。何この安全そうな家。要はだからハンマーとか必要だから、この周りにさ、囲まれた安全地帯感えぐない。とりあえず動画終わった後一旦ちょっとセーブしてやってるんで、物資も回収した状態でやってるんで、あ、はてなまだある。あ、 はいる取ってないところあるね。これはなんだガンパウダー嬉しい普通にガンパウダーは嬉しい。で、これはなんだお、結構でかいな、これ。おーめっちゃあるフードプレンクス。フードプレンクス。これはなんだ布かドライバーねパブリック。これは鍵、鍵鍵鍵明るくするためのさ、タイマーズ欲しくない一回ここに入ったらもう出たくなくなるな。で、残りのハテナがこれなんで、これがね、よくわかんないんだよね。あ 作作れるち作れるるねええー、わかんないな。とりあえず、これが、あと、層とハンマーが必要。あ、ハンマーと層があれば作れるんだ。ちょ、ハンマーと層、ハンマーとさ、ノコギリか。ノコギリ探そうぜ。レギュラーワークスペース。テーブルか。まあ、一旦ちょっと喉乾いてるから、ジュース飲むか。フード、フードじゃない。水があるから。 これ水飲めないのジュース飲んでさ、お腹下すとかないよね。あ、エナジードリンクだ。リード、サバイバルティップス。これサバイバル、生き抜くためないんすかな、ね、フォアリ、生きて、あ、これね、生きてるもの、生きてる人々たち。ニードエネエネ r g y and they get from 食べ物、え、彼らは食べ物をゲット、食べ物と飲み物をゲットした。in the w ド l d こん中、ここの中に。わかんないんだけど、早く日本語対応してください。この運営さん。普通に面白いんで、これ。 で、えっ、ー、と、外がね、結構暗いんだよね。で、次のタスクが、なんか作りみたいなこと言われてるから、とりあえずこの二つ作るか。とりあえずこの二つを一旦作りますね。まあ、とりあえず作りますか。はい、作ります。ビルド。これ作った、作ってなんかあんのかなとりあえずタスク、うおーすげえ。これ電気が、あ、電気が通るのかな、まあ、とりあえずタスクとタスクに従ってやるしかないよね。 じゃないと多分話進まないんで、この辺ね、家の拠点をね、すごい明るくしたいんですよ。ビルド。これまた建てるけどさ。さあ、建てました。これどういうことクラフトハンマー。ハンマー。インベントリー。だからハンマーを作るってことか。オッケー。ハンマー作ります。あ、ハンマー作れる。やった。ハンマー作れるから、ハンマー作るね。やったーハンマーゲットウォーターステーション。ウォーターステーション。これか。いや、優しいなぁ。作れってことね。了解。やっぱちゃんとね、あるべきタスクを教えてくれるのが普通にありがたい。ここは何だ ウォータース、作りますかね。はい、作りました。次は何ユースワーク、ワークテーブルを使って、水と、ウォーターボトル。水なんか作るのか。なんか預けたから多分そんな感じあるのかなあれ預けたところどこだっけこれさ、多分さ、俺の予想なんだけどさ、緑にさ、舞い上がってる緑のやつあるじゃん。あれが多分、時間経つにつれてどんどんやばくなって、 最終的にこの辺が滅んじゃうみたいな、<laughs> あの、ゼルダの伝説のムジュラの仮面みたいな感じになるから、それを食い止めるために、急いで、サバイバルでいろいろ周りを整えて、あそこに挑む的なストーリーなんじゃないかな。わかんないけど、まあ。日本語じゃないから全然ね、周りの把握がしきれないからさ。で、俺がさっき荷物預けた場所どこだっけそれ忘れちったな、れ結構荷物預けたよね、これ。あ、これ作れるウォーター、なんでウォーターフィルター、フィルターか。水飲めるためのフィルターを作るんだ。 あ、これ、オッケー。これを作るんだ。オッケー。スリーピングテント。テント。でも寝るとこあるからよくない別に。これはなんだウェ、ウェポンズ。あ、ウェポンウェポン。うわ足んないんだ。ウェポン。ショットガンの弾か。これさ、ショットガンの弾とか探さなきゃいけないからさ、結局外に出る羽目になるんじゃね外出てもいいけど、 敵ないか心配なんだよな。タスク終わらしたいんだよ。エ p ウォーターボトル。これで作ればいいってことよくわかんないんだよな。マジ、英語すぎて全然わからん。一旦セーブして、探検しますか。周り。敵が合わ、敵に合わないように。一旦セーブします。とりあえず今から周り出て、なるべく敵と戦わないでいきましょうか。外がさ、緑がかってんのはなんだよくわかんないけど、これキノコは、 食えるああすげえマッシュルーム食えるのか多分生だと危ないから多分調理するんでしょこっち側行ったんで、前回こっち側行きますか今回は。あ、こっち、あ、こっちも行ったか。前回行ったところはね、ゾンビは全然いいんだけどさ、変な撃ってくる銃みたいなのがあるから、これがちょっとムカつくんだよな。あ、こっち側から入れんのか。こっち側前回行ってないもんね。結構物資ありそうじゃないこれ何ウォーターボトル。あペットボトルか。これは何だメタル。あメタルか。 この辺は、ああ、まだある。あ、結構あるね、やっぱ。マッチありがてえマッチでーすま、最悪敵が来ても2発だけ撃てるんで。な何これグロウガーデンソウル。土か。土だね。ソウル、ソウル。で、あ、野菜の缶ね。意外と結構この辺落ちてるもんだね。あ、てかやばい、暗がってきた。戻れ戻れ。戻れ、戻れ、失礼します閉めますこ戻れ、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  意外と夜の方がさ、落ちてる場所わかるかもね。こんなもんか。あれ外明るくなってる。あれあれ夜になったんじゃないのえ今の状態が夜ってことすっげえ明るくなってんだけど。夜じゃねえのか。まあ、とりあえずちょっとアイテム収集だけしたから、ワーキングスペースで。とりあえずさ、このタスクをクリアしないと多分話進まないよね。タスクを達成させたい。ウォーターステーションでちょっと作らなきゃね。これ作れってことこれ。一応作って、 さっっき作ったもんなあ、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 タスク済んだ、タスク済んだ。あ、これかなこれだ。何を作ればいいんだクラフトメタルパイプ、メタルパイプ。ああ、間違えたああ、撃っちゃったもう、間違えた銃しまっとくわ。銃しまっとくわ、俺もう。武器ってこれどうやってしまうんだ何作るのか全然わかんない。クイズ調べていいちょっと。エクイプってどういう意味マジで英語できん俺。<laughs> エクイプ 装備する。作って、そして装備するメタルのパイプを、ディフェンド。ディフォー、装備するって意味なんだ。メタルを、メタルパイプを装備して、守るのを自分で守れってことか。よ、わからん。要は装備を作れってことか。あ、これか、メタルパイプって。これだ、多分。んかこれメタルパイプ持ってれば、敵には襲われませんよってことズーム、you can use カメラ、camera, zoom to エンレイジツピッ適用位置が見れるってことナイトバージョン。フォトディフェデンス。わかんない。カメラを使えってことうわ、遠くねえあ、さっき言ったところか。一旦セーブしますか。セーブは大事よ、マジで。セーブは超大事。あの、荷物があるんで、インベントリで、エナジードリンク飲むか。ドリンク。はい、飲みます。 これ体力がさ、どんくらい回復するかわかんないから。体力回復するんかあ、結構したね。喉の渇きが微妙だけど。飲み物ないもん。行きますかじゃあ、行きましょう。レッツゴー。で、暗くなり始めたらもう帰ろう。無理はせん。で、行く道中で、なんか見つければ、それはいろいろ拾っていこう。この辺すごい使えそうだけど、なんもないのかなゾンビのさ、近距離ってなかなかむずくない俺、バイオハザードだってなかなか無理だよ。近距離戦 ナイフとか。話進んだから、イベントありそうだけどね。写真撮れってことでしょピクチャーって言うから。カメラ取り出します。あー、わかった。遺跡を撮れってこともしかして。登れとかじゃなくて遺跡を撮れってことか。うわー、今わかったわ。そういうことね。 おらーできたニューフォートアンロックと。次あっちに行けってことか。雨降ってんな。俺基本的にこういうのはあのビビリなんで、この先あの、行く前に必ず拠点に戻る風にしてます。変な行動起こして死にたくないんで。とりあえず一旦帰ります。 あの、俺ね、あの、実は動画外で普通にあの、ザ・フォレストっていうゲームやってるんですよ。そのゲーム、夜になるとなんか野蛮人みたいなやつが襲ってきて、やられちゃうと、なんか自分の拠点みたいなところで、あの、釣られちゃって襲われちゃって、で、2回目になると食われて死んじゃうみたいなゲームがあって、その印象が強くてさ、夜になるとなんか変な奴らが来て襲われちゃうんじゃないかっていう <laughs>、イメージがついちゃって、なるべく夜は外出したくないんですよね。今回はとりあえずこの辺にして、 アイテムちゃんと装備して買い行きます。次回。はい。ということで今回はね、この辺にしたいと思います。ということでまた次回、シャープ3でお会いしましょう。意外とこれ、長期シリーズになりそうだね。<laughs> ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。